はい、こんにちは。単なる解けと対数方程式で、まあもちろん進数条件で x は正としておきます。で、まあこれ解きたいのに対数だけにする、対数イコール対数ぐらいな形にはなんとかできそうですよね。まあじゃあとりあえずっていうんで、ログ 2x は単に移行して1引くログ 3x で、これ1は対数に直せますよね。無理やり。ログ 3,3 ですよね。もちろんこれのと手合わせて。で、引くログ 3x で、で、まあ、対数の引き算は割り算に直せるんで、ログ 3x 分の3ですよね。これでまあ、なんとか一応対数イコール対数になったんで、少しは解きやすいかなということで、この、まあちょっと見やすいようにこう書いて、これイコール、これイコール、まあなんかチートでも置くと、この関係っていうのは、対数の定義で2の t 乗が x っていう関係ですよね。で、これとこれの関係は3の t 乗が x 分の3っていう関係ですよね。そうするとこれ、2の t 乗と3の t 乗、掛け算すると話がうまいですね。2の t 乗かけ3の t 乗は、これとこれの掛け算、約分できて3ですと。で、2の t 乗かけ3の t 乗は6の t 乗が3。ってことは、6の t イコール、あ、t イコールじゃなくていいや。あ、t イコールでいいや。と、t イコール、ログ、6、3ですよね。そうすると、ここに入れると、x イコール、2のログ6、3乗ということで X が出たよという、まあそれだけの話ですと。で、以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていたPC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。